パウル・ブライトナーは、ドイツ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー、またはディフェンダー。1981年度、バロンドールの投票ではルンメニュエに次いで、第2位に選ばれた。現役時代主に左サイドバックを担当。所属クラブや西ドイツ代表では若い頃から、中心選手として活躍していた。1974年の1974 FIFA ワールドカップでは1次リーグのチリ戦、2次リーグのユーゴスラビア戦で、それぞれ1ゴール、決勝では0から1とオランダにリードされた場面で得た PK を決め、チームは優勝を果たした。1975年10月のギリシャ戦を最後に、個人的な理由から代表を退いていたが、1981年4月、オーストリア戦で約8年ぶりに代表を復帰。 1982年のスペイン W 杯直前に西ドイツ代表に復帰すると首相としてチームを決勝まで導いた。決勝のイタリア戦で1ゴールを挙げたが1から3投敗れた。また、出場した2つの異なるワールドカップ決勝でゴールを決めている数少ない選手であり、これを達成した選手はブライトナーを除いて、ババ、ペレ、ジネディヌジダンの3選手しかいない。 天然パーマにヒゲを生やしたいかつい風貌、天の弱な性格、政治に強い関心を持ち、愛読書は、毛沢東語録と公言する異端さで知られた。2007年より、FC バイエルンミュンヘンの主に選手遺跡などを担当する顧問として活躍している。ありがとうございます。